サックス奏者の孫岩木亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、サックス奏者の方にぜひ見ていただきたいんですけれども、ちょっと久々のレッスン会でございます。というわけで今日のお題こちらでございます。指回しが劇的に速くなる方法、イエイ。はい、ちょっとうさんくさいですけれどもね僕は指回しに関する動画をですね、何本か作っております。こんな感じで、これらはですね、スケール頑張ってくださいとか、半音階やってくださいとか、指の形こうした方がいいですよみたいな、本当に基本的なことをお伝えしておりまして、僕もやはりスケールを頑張ると指が早く動くようになるなっていう実感があるので、皆さんにこうお伝えしてるんですけれども、それでもやはり YouTube のコメントでですね、指どうやったら早くなりますかっていうのを日々いただきまして、僕もスケール頑張ってくださいとしか書けないななんて思ってたんですけれども、ここ本当1年ぐらいでですね、僕が取り入れてる練習がございまして、それがですね、本当に効果がありまして、僕の実感としてでもですね、本当に指安定してきたら、今更ですけどね、指回しより強固なものになったなっていう実感がありますので、こちらをお伝えしたいなと思います。本当に効果があるんで、騙されたと思ってぜひやっていただきたいです。ただ結構難しいですし、割と終わりがないっていうか、日々積み上げていかないといけない練習なので、例えば今日この動画を見てすぐ速くなるわけではないっていうのだけちょっとご了承いただきたいんですけど、これは日々の練習にぜひ取り入れていただいて、続けていただくと圧倒的に上手になるっていう自覚があるんでぜひ皆さんやってみてください。指回し悩んでる方とか、役に立つ動画を見たいよって方はぜひこの動画を見ていただくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、ということで、今回ですね、3つの項目に分けてお話をしていきます。1つ目が、僕がやっていただきたい練習の、上行系の練習ですね。これ上行があるってことは、2つ目下行系の練習もございます。そして3つ目、これが結構重要な練習で、シンプルなんですけどね、この3本立てでお送りしたいなと思いますので、ちょっと順番にやっていきましょうか。ではまずですね、練習の概要をちょっとお伝えしたいんですけれども、ざっくり僕がやっていただきたいのはこういったフレーズでございます。これ何かっていうと、ドレミファソファミドっていうパターンですね。1度から5度まで上がって帰ってくるんですけれども、これをどんどん平行移動させていくという練習ですね。ドレミファソファミド、レミファソラソファ、レミファソラシラソミって感じでだんだん上がってきます。でオクターブ上まで上がったら帰ってくるっていうパターンなんですけれども、非常にやってることはシンプルですよね。なんですけど、これ意外と難しいんですよ。やってみないと分かんないと思うんですけど、やっぱり僕最初にこの練習を見かけたのがですね、僕が本当によくおすすめさせていただいているチャド・レコノビッツさんっていう海外のですね、テナーサックスの奏者の方なんですけれども、彼のですね、教本僕大好きすぎて、もう本当いっぱい集めてて、全然やりきれてないんですけど、そのウォーミングアップの本に出てきた練習の一番がまさにこれなんですけど、本当に効果あるなと思って、ただ僕がその後にですね、いろんな教本ちょっと買い漁ってたら、結構このパターン出てくることが多くて、なんだったらピアノやってる方は知ってると思うんですけど、ハノンってありますよね。本当に世界中の人がやってる多分指練だと思うんですけど、ハノンにもこれ出てくるんですよ、このパターン。ってことはやっぱりやるべきなんだなと思いまして、僕ちょっと頑張って練習したらですね、本当に効果がありました。具体的にどうやって効果があるかっていうと、やっぱり安定感ですね。そして指が早く動くようになるんですよ、シンプルに。ちょっと自分今イケてたかもみたいなちょっと過大評価ですけどね、でもそういった瞬間が増えました。やっぱりちょっとした隙間時間でですね、この練習やっていただくだけで、本当にスケール全長やったぐらいの効果があるなと思っておりますので、ぜひやってください。やった方がいいです。やっていただいて間違いないと思いますので、お願いします。というわけで、まず1つ目の練習、上行系のパターンですね。それがこちらでございます。ドレミファソファミド、これをですね、順番にやっていきます。ドレミファソファミド、レミファソラソファ、レミファソラシラソミって感じで、これをオクターブまで上がります。サックスでいうところの、僕はアルトでやってますけど、テナーでももちろん同じ楽譜でやっていただいて結構です。低いドから上がっていって、シドレミファミレシド、これオクターブ上のドまで行ったら、あとは帰ってくるん
っていう感じでございます。過去形は後でやりますので、まずは上行形ですね。でポイントがまずは一つスラーでやるということですね。まあタンギングでやっていただいてもいいんですけど、タンギングができるスピードが多分指の限界になっちゃうので、タンギングはとりあえず大丈夫です。ただパターンごとにタンギングはしてもいいかなと思います。ドレミファソファミドっていうパターンで一回スラーをかけて、レミファソラソファレに移る時にスラーをかけ直しても全然いいんですけど、僕はあんまり気にしてないですね。全部スラーでやっちゃってますっていうのがまあ一つと、あとはもう一つはですね、オクターブキーが絡むところでしっかり指を動かすってことですね。やっぱりサックスの方が一番苦手だと思うのがオクターブキーだと思うんですよ。僕もやっぱりオクターブキーのせいで早く動かないところあるんですけど、例えばソラシドレドシソ、このレに入る瞬間にオクターブキーを押さないといけないですよね。でドからレっていうのはやっぱり難しいんですよ。でこの時に遅れが出るとですね、この後の詰まりに影響してきてしまいますので、オクターブキーのレに移動する時特に早く動かすと。でこのソラシドレドシソの後ラシドレミレドラの時もまたレ出てきますし、ドレミファミレシの時にもレが出てきますので、オクターブキーのジョイントがある部分っていうのを頑張って練習をしてみてください。そしてまず最初はですね、とにかくゆっくりやってください。で重要なのが同じテンポで吹くっていうことですね。吹けるとこだけ早く吹いて、吹けないとこだけゆっくりになっちゃうとあんまり意味がないので、一番難しい部分ができるテンポでやってみてください。例えば最初は80とか、ララ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 ラ、これぐらいでやっていただいて、もちろんもっとゆっくりでも結構です。でやっていただいて、できるようになってきたらどんどん速くします。でどこまで速くするかなんですけど、正直限界までやってください。あとでちょっと僕の限界値も動画に撮れたら撮ろうと思うんですけど、例えば僕は160で16分とかで多分やってます。ダリ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 くらいのテンポ感で練習をしてます。ここまで行くのにやっぱり時間かかりましたし、いきなりこれやっても多分ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、ゆっくりからでいいんですけど、できる方はできるテンポでやっていただいていいんですけど、とにかく早くすることに意味がありますので、安定してきたらどんどんテンポを上げてみてください。ではですね、実際に僕が演奏してみますので、まずはゆっくりなテンポでやってみます。おまけでちょっと僕の限界テンポも載せておこうかなと思いますので、よかったら一緒にやってみてください。こんな感じでございます。はい、いかがでしたでしょうか。なかなか難しいかなと思うんですけれども、テンポに関しては本当やりやすいテンポでやっていただいて大丈夫です。なので、まあ、こんな感じで進めてみてください。というわけで、今度2つ目の練習がですね、下行形でございます。下行形は上行形とちょっと音が変わります。こちらでございます。ドレミファミレドラって感じですね。さっきはドレミファソまで上がって戻ってきたんですけれども、下りはまあ1個下がらないといけないですから、ファまで行って帰ってきます。このパターンを繰り返します。ドレミファミレドラシドレミレドシソラシドレドシラファ、まあ、こんな感じでオクターブ下のドまで帰ってきたら終了ということですね。この時のまあ注意事項もあんまり変わらないですね。とにかくオクターブキーが絡むところを頑張るっていうのと、まあ、あとは全部スラーで吹くっていうところでしょうか。であとは起点になる音ですね。ドレミファミレドラシドレミレドシソラシドレドシラファって感じで、この起点になる音がだんだんこう下がってきますから、まあ、その辺のラインもちょっと意識できるというよりいいですね。ちょっと難しい話になりますけど、ダイアトニックコードっていうのがありまして、ドレミファソラシドの音階に合わせたですね和音っていうのがあるんですよ。ドミソレファラミソシっていう、まあ、そのダイアトニックに対応してるフレーズでもあったりしますので、吹奏楽とかねやってる方はあんまり関係ないと思いますけれども、ジャズやってる方とかは
ダイアトニックコードのアドリブソロの練習にも直結してくるところかなと思いますので、ぜひやってみてください。ではこちらもですね、ゆっくりからだんだん速くしてみたいなと思いますので、一緒にやってみてください。こんな感じでございます。はい、いかがでしたでしょうか。これでですね、上行形と下行形揃いましたので、通して練習した方がいいですねでちょっとまとめとして通し練習も一応載せておこうかなと思います。テンポはちょっと早めにやっておりますので、ついてこれるよって方はぜひやってみてください。ドレミファソファミドレミファソラソファレまで行ったら下ってくるって感じですね。上行して下行して、でこれでワンセットになります。この練習をぜひ隙間時間にやっていただきたいんですよね。上行形下行形だけでもいいんですけど、できれば僕はセットでやっておりますので、行って帰ってくるっていうところまでが練習なんでね、まあ、遠足と一緒ですね。家に帰るまでが遠足でございますから、行って帰ってくるまでが指練習ということで、ぜひやってみてください。ちょっと早めのテンポでやってみたいなと思います。こちらまとめでございます。はい、というわけで一通り練習済んだかなと思うんですけれども、最後がですね、こちら最重要練習ということなんですけれども、まあ言うてそんなことかって言われちゃうと思うんですけどね、ちょっと溜めた割にはこれ何かっていうと、他の調で練習をしてくださいということです。イエーイまあ分かってた方もいるかなと思うんですけどね、どうせ違う調でやるんでしょうって思ったかと思うんですけれども、特に僕がやっていただきたい調っていうのがありましてね、それがこちらでございます。デスドゥアです。これ何かっていうと、今までやっていただいてたのはセードゥア、波長調ですよね。その半音上ですね、デスドゥア変に長調ですね。これはまあかなり難しいです。僕正直この練習は全調やっていただきたいんですよ。どこから順番に半音ずつ上げてやっていただきたいんですけど、その中でも特に難しいなと思いました。デスドゥアってやっぱり吹き慣れてないのもありますし、なんかずれちゃうんですよね。波長調がちょっとちらついちゃってずれてきちゃうんで、めちゃくちゃ難しいって思ったんですけど、これ本当に効果あるんで騙されたと思ってやってください。難しい難しいポイントはめちゃくちゃいっぱいあります。例えば最初のレフラットドシャープですね、低いドシャープ、このキー押すんですけれども、次ミフラットに行くときに小指をスライドさせないといけません。このまずローラーをしっかり使うっていうのも難しいですし、次レミファ、ファからソフラットに行くときにできればですね、この中指を使うクロスフィンガリングではなくてですね、こっちのTF っていう、わかりますか、この貝指ですね、ファに薬指でこの細長いやつの下についてるやつをですね押していただきたいんです。これを押すとファシャープが出ます。貝指の動画で出てきますので、ちょっと見ていただきたいんですけれども、こういった感じでですね、ちょっと指使いも難しいんですけど、まあ最初分かんなければ別に適当な指っていうかクロスフィンガリング使っちゃってもいいんですけど、できることなら今の貝指パターンで練習していただくといいかなと思います。これがですね、ある程度で吹けるようになると
倒的に実力が伸びたなっていう体感がありますので、ぜひやってみてください。テンポはゆっくりで大丈夫ですので、できるようになったら早くしてみてください。で、欲を言えばこのデスドゥアとか、こういう例えば他にも難しい調あるんですけど、フィスドゥアとかですね、シャープ6個ですねとか、あとハードはシャープ5個ですね。この辺も非常に難しいのでやっていただきたいんですけど、それらのキーが吹けるテンポで波長調から始めるなんていうことができるとめちゃくちゃいいなと思います。僕は時間があればセイドアからハードア、つまり全音ですね、全部の調やるようにしてます。これ全部メジャーキーの練習なんで、またこれのマイナーバージョンもあるにはあるんですけどね。ただ僕はメジャーだけでとりあえずいいかなと思ってます。スケール練習というよりかはもうこれ本当に指の練習になりますので、日々のスケール練習と合わせてやっていただきたいんですけれども、デスドアですね、どんな感じかなっていうところだけちょっと演奏してみたいなと思いますので、余力ある方はぜひやってみてください。波長調で終わっちゃってもいいです、いいんですけど、ここまでできるとめちゃくちゃレベルアップするんで、ぜひやってみてください。こんな感じでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日はですね、指回しが劇的に速くなる練習ということで、いくつかですね練習方法をご提案させていただきました。やっぱりこういった基礎的な地道な練習って本当につまんないと思うんですよね。僕も正直ずっと基礎練やってるって言われたらきついんですけど、こういう指パラパラ回す練習好きなんで結構できちゃうんで、あんまりそういった動画が増えてきちゃって申し訳ないんですけどね、地味な動画がなんですけど、つまんない練習こそやっぱり効果があるなと思っています。こういった練習頑張れると、普段曲をパッて吹いた時の安定感が全然違いますのでね。で、逆に曲やるたびにこう指突っかかってて、毎回なんかできないなできないなってモヤモヤしてる方は、ちょっと一回曲練を置いて、こういったちょっと超絶地味な練習をですねやっていただくと、未来が開けてきますので、ぜひ騙されたと思って、いやいやでもいいのでやってみてください。お願いしますということで、最近物買ってばっかだったんでね、たまにはこういった役に立つ動画も出していきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。もっとレッスンしろっていうリクエストもありましたらぜひ書いてください。 Twitter やブログもやっておりますので、概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just to drink pina colada on the high.